購買、混む前に行けてよかった。いちかちゃん、おかえり。おなみ、それに小羽ももしかして待っててくれたの？うん、せっかく同じクラスになれたし、お昼一緒に食べたいなって思って。ありがとう。じゃあ今日は天気もいいし、中庭で食べよっか。うん。いただきます。こうやって3人でお昼食べるの、なんだか新鮮だね。うん、でもこれからはこういう機会も増えるんじゃないかな。そうだね、2人ともっと仲良くなれそうで嬉しいな。で、あれ、いちかちゃん、今日のお昼も焼きそばパン？うん、やっぱり好きだから。本当にいつも食べてるよね。それに焼きそばパンをおかずに焼きそばパンを食べるなんて、最初はすっごくびっくりしたよ。え、そうだったの？今はもう慣れちゃってるけど、私も初めて見た時はそうだったかも。あ、でもそれだけだと栄養偏っちゃうから、ちゃんとお肉や野菜も食べた方がいいよ。確かに、ちょっと心配になっちゃうかも。あ、私のブロッコリー食べる？私のミニトマトもお裾分けするよ。はい、どうぞ。あ、なんかごめん、二人とも。でも、やっぱりおかずなしで焼きそばパン食べるのって変なのかな。実は、はるかと初めて一緒にお昼食べた時も似たようなことがあって。星野さん、お昼焼きそばパンだけなの？はるかも今の小羽みたいにびっくりしてたなって。はるかちゃんの気持ちわかるな。でも変じゃないと思うよ。確かにちょっとびっくりしたけど。そうだね、好きなものをいっぱい食べたいって気持ちはわかるから。そっか、よかった。よく考えたらほなみも好きなものをいっぱい食べてるもんね。え？ほら、この前のアップルパイとか20個くらい買ってたけど、全部一人で食べたって言ってたでしょ。え、20個も？1日で食べたわけじゃないよ。それにどんなものでも食べられるってわけじゃなくて、アップルパイは特別で。それでも20個を食べるのはすごいと思うな。っていうか、焼きそばパンとかアップルパイの話してたら、それだけでお腹いっぱいになってきちゃったな。確かに、まだお弁当残ってるのにもうたくさん食べた後みたいな気分だね。え、そうかな。私はまだ全然食べれる。っていうか、食べたいよ。せっかくの焼きそばパンだしね。私もお昼のアップルパイならそう思ったかも。やっぱり好きなものは特別だよね。